肘は、長光肘目に属するとが、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸体系は丸型に近いものが多い。足はがっしりとしており、地上生活に適している形態をした種が多い。骨格上の特色として、第二小骨の過突起があることが挙げられるが、ホロホロ長赤では欠如している。生活は、基本的には、 地上性だが、クジャク類、内ウ類では、樹上性を示す種もある。しかし、すべての種が、地上祭事を、主としており、足で落ち葉をかき分ける行為や砂浴びを行う。食性は雑食性がほとんどで、植物の種子や昆虫類、地上の小動物などを食べる。地上生活が、種のためが一滴に狙われることも多く、子孫を残すため他のトガの鳥類と比べて、 たたの種が多い。課金である鶏の採卵用の品種は、この性質を特に伸ばして、品種改良され、ほぼ毎日産卵する。長距離を飛ぶことはできないが、短距離なら、かなりの高速で飛ぶ。課金化されたものを除き、飛翔力を失った種はいない。七面鳥赤、雷鳥赤、生地赤の三赤を含む。生地赤から山薄ら赤を独立させる説もある。 また、キジカの範囲を狭め、キジカから、七面鳥化と雷鳥化を独立させる説、七面鳥化のみを独立させる説、雷鳥化のみを独立させる説もある。逆に、ハウズラ化とホロホロ鳥化を、ハウズラ赤、ホロホロ鳥赤として含めることもある。七面鳥赤、ミリアグリダニー雷鳥赤、テトラニニーキジ赤、フェイジョニニー成長のウズラヒメウズラハウズラ赤、 おどんたほうにほろほろちょうあかぬみじなえ。ありがとうございます。